始まるんだよ、新しい時代が。ビッグマム怪物どうする？いや、麦わらさ。じゃあ、船長！そうか、麦わらとビッグマムがやり合ってるうちにカイドウの寝首を貸す。ウィーハハ！任せてくれ。よし！ルフィ！ルフィが来る。レンレー！苦労しね。いや、俺は、ビッグマムをなんて殺か。あれは麦わらの一味。来たか、戦闘時。ルフィ心配。まだ目を覚まさねえのか、麦わらや。しっかりしろ、ルフィ。モモの助様、雲に出ては危のうございます。大将がよ、そんな顔すんじゃねえ。悪いな、不安にさせちまった。約束だもんな。今あいつらをぶっ飛ばしてくるからよ。死なねえし、俺の仲間も誰も死なせねえ。ご覧くだされ、桃之助様。仲間のために立ち上がり、仲間を守るために戦う者、それこそが海賊。行くぞ、やろうとも。
フィ、もう戦えるか。カモン、もう大丈夫だ。ありがとな。行く。よし、離れるぞ。出てきたね、麦わら。つかないか。いっぺん、ひとまずは麦わらを捕らえるぞ。さすがに懸賞金中億超えは伊達じゃないか。人気では負けていないつもりだったが、懸賞金が何億だろうが関係ねえ。ルフィ先輩のため命を懸けて戦うべ。麦わら傘下の海賊だ。俺の目的は麦わら一人。邪魔するな。拙者、どうすればルフィの覚悟に応えられるでござるか。よし、俺たちも行こう。ルフィを邪魔する奴らを倒すぞ。君は確かに強い。だが、美しさと人気なら僕の方が上だからな。くだらんな。麦わら屋のところに行くつもりだ。そうはさせない。どうやってキャンディーマンになりたい。目の前の敵を切る。今の俺たちの役目はそれだけだ。意見が合うとは珍しいな、アホ剣士。それじゃ、目の前の敵を蹴るとするか。ユースタス、なぜお前がワノ国にいるのか。お前に話す筋合いはねえな。舐めるなよ。
ぜバージェス。俺はしばらく高みの見物と行くか。さあどんどん潰し合え。なめてたのは俺の方か。ありがとな、お前のおかげで倒せたよ。感謝する。よし先に進むぞ。決して叶わない。ボケが気持ち切ないのためだ。この武器を呼びにも絶対ぶっ飛ばすべ。そうだな。それに強い君を倒せば僕の人気はうなぎ登り間違いなしだ。ボケが気持ち切ない。無駄だ。落ち着けてるか。ボケが気持ち切ない。助けようとする者がこれほど。それもまたお前の力か。向き割ろ。君に人気を譲ってやったんだ。感謝しろよ。だが助かったよ。ありがとう。なんていいとこだった。助かったべ。胸が折る。何をやる。
遊ぼうってか。いいぜ。やろうだも。相手してやれ。するか。俺がカイドウをぶっ倒さねえと。くそー。